次はミッションナンバー4ですね。この機体か、安定型。大雨により町の中央を流れるバイオン川の護岸が決壊し、大洪水の被害が出ているわ。城の跡地に仮設ヘリポートを設置したので、ここを起点に逃げ遅れた被災者の捜索救出を行います。洪水は川も含め北側一帯に広がっているため、この範囲で被災者が取り残されている可能性があるわ。危険な川の周辺を優先的に低空飛行で捜索するのよ。なお被災者の捜索にはドッグレンジャーも出動します。救助犬は被災者を発見後、その被災者の救出が完了するまでその場で待機するよう訓練されているわ。おお、優秀だ、ドッグレンジャー。救助犬が発見した被災者はターゲットガイドに表示されるので、優先的に救出に向かうように。よっしゃ、行こう。ブリーフィング終了。よし、ドッグレンジャー、ドッグレンジャーズ、行け。川に近い場所ほど被害は大きくなっています。川の周辺を優先的に捜索してください。うわ、流された。だがしかし、いよいよイカボブ。よし、救助成功だ。オッケー。次、ここでターゲット。カットだそれ。嫌なとこにいるな。見た、あれだな。流される風に。ブブ降下。おい、やめてよ。この集中してる時に。ゲットだぜ。どこそれ。次のやつは。あは。次から次にこの画面はやめてくれ。
おまた落ちた。時間がない。被災者を確認しました。そのまま行くぞ。飛ぶ。よし、救助成功だ。次、ちょっと待ってんじゃないけど、この場面やめてほしいな。もうみんな見つけたのかもない。痛い。このまま行くぞ。当分大変、被災者が非常に危険な状況に置かれています。急いでください。あっと、ローター接触、ローター接触、危ない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 。これだけで胴体ダメージ。煙吹いてる、煙吹いてる、煙吹いてる。こっちもデンジャーだ。コントロールしに行く。どこに流される。あれだな、ここはちょっと狭すぎるでしょう。救出するにはもうちょっと広い場所に。こっちに出たら救おう。よし、煙サポートで操作に影響は出る。よし、救助成功だ。あと1人、あと1人。どこ。痛い。被災者を確認しました。落ちるなよ。また助けるから。よっしゃ、よし、 OK でしょう。確認された被災者は全員救出されたわ。オッケー、ご苦労様。